はい、皆さん、ポコヤチは、ポコヤチはやっていきましょう。じゃあ、洞窟の30秒スピードランを。そうだね。何パーセントなんだろうかな。あ、どうも8%。同じぐらいですね。昨日、おとといか。そうだね。でもこれ、徐々にちゃんと難易度が上がってるんで。素晴らしいよね。そうなんですよね。難しいんだよね、その徐々にやる。そう、あ、こう、なんか。こういうことあ、なんか、ついつい、こう、人って、自分の腕をひけらかしたくて最上級からやる傾向があるんですけど。あー、なるほど。あ、ちょ、どうしたのこれ。あ、これボム兵叩けてないですね。もうダメですね。え、嘘、ちょっとスタートからやり直すとどうしたの。プラスボタンじゃないですか。そういうことか。あ、でもこの通り、あ、この通りに行ったらいかんのや。自分でもジャンプしたい、いかんそうだね。じゃあ最初なんでいけたっすか。なんでいけたよ。オッケー、いい、よいしょ、よいしょ、どっちや、え、あ、ヒップドロップ、あ、ナイス、あ、あー、やった、スクラッティー、よかったのかな。これもヒップドロップですか。あ、そういうことか。あっ、あっこはスピン、隠しブロックあると思うので、スピンでも普通でも多分大丈夫です。あ、そうなの、隠しブロックがあるがないと、かなりはいけないんで。あ、頭がゴツンとする。そう、ダルラッと、で、ここもダルラッと、下に出てくる。オーケー、しゃがんで、あー、なにこれ、あ、びっくりした。次どこに出てくるんだろう。なにや、なるほど、なにや、パイ、横パイン地獄、なにや、あ、どうした、出した、よっしゃー、これ、なにどうしたらいいの。これ、出ししっぱなしですね。そういうことですね。はい、そうです、よし、え、もうしゃがむ癖が、そう、身に染みついてます、ね、おお、はい、そう、よいしょ、こう気持ちいいですね、こう気持ちいいね、はい、おいで、もしから、あ、でも次そこ越えたら、うん、そのネットで多分もう終わりでしょうね。その後なんかスターが見えましたんで。あ、そう、はい、これ走って、ああ、飛ばないから、ね、いや、ジャンプですね。そうだね、ジャンプボタンを、はい、自分でジャンプ押さなかったね。そうですね、すべて上に任せとったわ。その後もスターで、スターだったんで。そうか、はい、多分ゴッツァンでしょうね。マジか、なるほど。さあ、ここ、あー、もうパンパンパン、ペシペシペシ、こういうことだね。あのスターね。そうそうそう、そうでしょう。ほう、ずっと出し、で、飛ぶ、ジャンプ、あ、ジャンプ、ジャンプ押しっぱなしじゃないですか。ジャンプ押しっぱなし、あのブロック叩くときからずっと多分押しっぱなしですね。あ、そう、ジャンプ押しっぱなしか、はい、そんな気がしますよ。なるほど、あ、1個だけ、よいしょ、いい、でも楽しいですね、楽しいね、ブロックパイン、パイン、ジャンプして楽しい、パイン、よいしょー、よいしょー、やったー、これ決まったやろ、決まったやろ、やったー、めっちゃ嬉しい。最後豪華出演やったね。そうですね、うん、まあでも、ボタン押しっぱなしっていうのは僕ですからね。あ、そうか。いやー、この3人でクリアしてる感じいいね。そうですね、うん、いいね、ハッピーです。忘れた頃に、ちょっとそれツボや、忘れた。これぐらいの難易度のスピランならいいですね。そうだね、やりやすい。視聴者さんからいただく、うん、そのヨシさんへの挑戦状とかって、うん、何個か来てるらしいんですけど、うん、そう、いただいてます。難しいんですよ。難しい。ちょっと、ね、手に余りますわ。ヨシさん向けじゃない、うん、手に余りますわ。はい、30秒スピランでも、うん、本当は15秒でクリアできるとか、うんうん、そういうレベルじゃないと、そうだね、あのプレイしてもらえない。そうやね。俺のレベルはマクビルだよ。そういうことですよ、残り1秒そんなにうまくない。そうだね、買いかぶるなよ。そう、買いかぶっちゃダメ。はい、そういうちょうどいい、うん、ちょうどいい感じのやつは、うん、あの動画でも使わせていただきたいんで。そうやね、あのまだもしあれば、うん、あのいい感じのぬるいぬるいスピードランを。そう、はい、難しいよね。そこの、そうなんですよ、感じが絶妙な感じの、はい、うん、確かに。普通のスピラン作るよりよっぽど難しいです。そうだね。まあまあ、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。